こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは T シャツに絵を描く方法です。この何にも描いてない黒い T シャツに白いアクリル絵の具と白い T ペンというもので絵を描いていこうと思います。まずこれは T ペンなんですけど、 T シャツ等に絵を描くためのペンですね。普通に画材屋さんとかで買えるんですが、この中にインクが入っていて、このここにこの先この先から絵の具が出てきて、こういう風にピーですね、ピーって描けるとっても便利なペンです。それからこれは白の普通のアクリル絵の具ですね。何で描いてもいいんですけど、私はこれで筆で描いていこうと思うんですが、まず T シャツを描くときなんですけど、 T シャツがピーンとなった方が描きやすいので、あとは T シャツって表と裏があるんで、下が映らないように、なんかここに板を入れてあげるといいですね。で、私はこういう板を使ってるんですけど、これ発泡スチロール製で T シャツの形大きさに切って、何枚か私こういうの持ってるんですけど、すごい枚数書くんでしたらこういうの用意してもいいと思うんですけど、1枚とかちょっとだけ書くんだったら、なんか硬いもの、なんか板でもいいし雑誌でもいいし、大きさが合わなかったら、例えばこれカッティングボードなんですけど、硬いボードなんですけど、こういうの T シャツの中にこうやって入れて、で各面にですね、こういう風にしてこういう風に挟んで、で、まあ、ここと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 ピーンとさせて、まあ要するに書くときにこれがピーンとなってないと、こうやってすごい書きづらいということで、シャツをピーンと伸ばしながら書くと書きやすいです。で、段ボールでもいいんですけど、段ボールだとデコボコして書いた時に、この段ボールのデコボコがデコボコって線が書いた絵がデコボコになってしまうので、またそのデコボコにしたいなら別なんですけど、書きやすいといえばこういうスムースな素材のものを下に入れることをおすすめします。で、まあ私はこれを持ってるので、これに入れていきます。大きさこれでいいかな、ちょっと大きめのに入れた方が描きやすいです。で、大きすぎると伸びちゃうので、まあちょうどいい大きさにのものに入れます。当たり前ですけどね。こんな感じで T シャツが入りました。では T ペンを使って絵を描いていこうと思います。この T シャツはちょっと伸びる素材でちょっと描きづらいです。T ペンの先がプラスチックでできているので、硬くて生地に引っかかって思うように描けないんですよね。なので T ペンを強く押し付けないで軽くスーッて描くことをおすすめします。それよりおすすめなのは、伸び縮みしないコットンの T シャツを使うことです。なんて言っているうちに線画が出来上がりました。T ペンでちょっと大体描いたので、今度はアクリル絵の具を使っていこうと思います。絵の具の水加減を変えることは色の濃さを調節する一つの方法です。まずはちょっと薄い色で塗っていきます。布に絵を描くのはちょっと水彩画を描く感覚と似ています。でも T シャツの布って紙よりもものすごい水を吸います。なので水加減がちょっと独特で、それもまた面白いかもしれないですね。絵の具を水で薄めすぎると、乾いた時にすごい色が出てこない場合があります。今度はかなり濃い白い絵の具で塗っていきます。気をつけるポイントとしては、濃い絵の具をつけすぎるとその部分がパリパリに硬くなります。それで T シャツっていうのは着るものなので、あまり硬くなってしまうと着心地が悪くなってしまいます。ここからはまた T ペンで仕上げに入ろうと思います。 T シャツに絵を描くって夏って感じですごくいいですよね。というわけで完成です。なんかね、ここに山を入れようと思ってたんですけど、なんか星を下に描きすぎちゃったんで、なんかいいや、クリスマスツリーにしちゃえって感じで、なんかほぼ意味はないんですけど、まあ夏なのになぜかクリスマスになってしまいましたが、それも面白くていいかな。というわけで今日は T シャツの描き方でした。
ちょっとそれでついでに宣伝なんですけど、今月9月9日から9月14日まで松坂屋上野店本館6階祭事町にてアニマルアート&グッズフェスタというのに参加いたします。これ手書きの T シャツとか絵画とかそういうのも販売しますので、ご興味のある方はぜひお越しください。詳細は下の概要欄に載せておきますので、興味のある方はご覧になってください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。